大将、寿司を警戒しに来ました。ごちそうさまでした。お、毎度綺麗に返してくれてありがとうな。こちらこそ、毎回美味しいお寿司をありがとうございます。そんな風に言ってもらえて嬉しいぜ。そうだ、寿司食ってけよ。いつも買ってくれてるサービスでおごるぜ。本当ですか？じゃあごちそうになっちゃおうかな。でも大将がここに寿司屋を出してからもう半年。早いですね。懐かしいです、半年前が。よせよ、恥ずかしいから思い出すんじゃねえよ。いや、思い出しますよ。ここに来るたび、あれはまだ梅雨の時期でしたよね。あれ、おかしいな、扉が開いてる。ここは空き家のはずなんだけど、猫でも入ったのかな。おーい、飯をくれないか。おにぎりならありますけど。それでいい。ああ、生き返った。サンキューな。いえ、でもどうされたんですか？追い出されちまってな。行くとこがないんだ。そうだったんですね。ところでお前、なんでこんなとこに？あ、実はこの小屋私のものなんです。だからたまに様子を見に来てるんですよね。今は使ってなくて、私が住んでるところはここから40キロくらい離れたところなんですけど。ここお前の小屋なのか？はい、そうですよ。使ってないなら俺に貸してくれないか？え？もちろん金は払う。と言っても今は金がねえが、金が入るようになったら必ず払うからな。いいですよ。え、いいのか？どうしてこんな見ず知らずの怪しいやつに。自分で言いますか？悪い人には見えませんから。何か力になりたいと思って。本当に感謝する。この恩は絶対忘れねえから。大げさですよ。でもまさかあんな風に泣いてた人があそこから寿司屋を作って成功するとは思いませんでしたよ。泣いてたことは忘れろっての。でもいいんだぜ、毎回うちまで来てもらわなくても。かなり遠いだろ。近くの寿司屋に行けば。大将のお寿司が食べたいから来てるんですよ。私も主人も義両親も大将の寿司が大好きですから。そうか、そんな風に言ってもらえると嬉しいな。あそこでは俺は必要とされてなかったから。これからもよろしくお願いします、大将。ああ、大将また泣いてません？泣いてないやい。私は美月、お寿司が大好きな28歳。私が住んでる義実家は確かにお店から遠いけど、大将の作る寿司は格別なんだよね。一度食べたらもう大将の寿司からは離れられないよ。これからもひいきにさせてもらおうっと。それからしばらく経ったある日のこと。いやー、今日も美味しかった。本当に大将の寿司は最高だよな。じゃあ私大将のところに寿司を返してくるね。いつも悪いわね、美月さん。よろしく頼む。いえ。ああ、いや俺が行くよ。美月、天気も悪いし危ないからさ。え？でも翔太、この後仕事があるでしょ？会社とは反対方向だし。いいから任せてくれよ。久しぶりに大将と話したいしさ。翔太がこう言ってるし任せちゃいなさいよ。ああ、任せていいよ美月さん。じゃあお言葉に甘えて。翔太は優しいな。食の好みも合うし、翔太と結婚して本当によかった。でもいつも私が行くと大将サービスで何か食べさせてくれるから、それが食べられないのは残念。なんちゃって。2時間後義実家に一本の電話がかかってきた。もしもし。え、翔太が？冗談ですよね、何かの間違いじゃないんですか？え、まさか翔太に何かあった？
どうしたんだ母さん。お父さん、美月さん、翔太が、翔太が、翔太、どうして翔太、親より早く行くなんて。翔太は桶を戻した帰りに居眠り運転のトラックと衝突し、帰らぬ人になってしまった。その運転手も息を引き取ったそう。まさかこんなことになるなんて。こんなことになるなら私が大将のところに行けばよかった。この怒り、悲しみ、どこにぶつければいいんだ。翔太、起きてよ翔太。翔太に触らないで。え？翔太がこんなことになったのはあなたのせいよ。私のせい？だってそうでしょ、あなたが仕事前に翔太に桶を返しに行くように言ったからこんなことになったの。そうだそうだな、美月さんが言っていれば翔太はこんなことに。私のせい？そうよ、あなたのせいよ。あなたのことだけは一生許さないから。ああ、わしも許さん。でも家を出て行くなんて許さないからね。そんなの罪から逃げるのと一緒。うちに行って翔太が親孝行できなかった分、私たちに尽くしなさい。そうだ、お前にはその責任がある。はい、うん、そうしよう。お母さんとお父さんの言う通り、翔太がこうなったのは私に責任がある。一瞬お母さんもお父さんも翔太に任せるように言ってたのにとか思っちゃったけど、そういう問題ではない。私のせいでこんなことになったんだ。翔太の分も親孝行していこう。その数日後。ちょっと何サボってるの。あなたは翔太の分も親孝行するんでしょ。そんなんじゃ全然翔太の代わりになってないぞ。翔太ならもっと家事だってテキパキやってたはずだ。すみません、具合が悪くて。そんな言い訳いらないからとっととやりなさい。はい。その日なんとか家事を終わらせた後、病院に行ってみた。それほど体調が優れなかったんだよね。すると、ただいま戻りました。あんたどこ行ってたの。マッサージして。病院に行ってました。病院？なんで病院なんか行ってるんだ。頭が悪いからか。あっお父さん面白い。違います、体調が悪くて病院に行ったんです。そしたら妊娠してるって。え？妊娠？誰の子を？もちろん翔太さんの子です。どうせ嘘でしょ。ああ、不倫してできた子に決まってる。違うんです、本当に。いいからマッサージしなさい。何度言っても二人は翔太の子だと信じてくれず、さらに私への当たりは強くなっていった。私だけならいいけど、これから子供が生まれる。翔太の分も親孝行しなければならないとはいえ、ずっとここにいていいのだろうか。そんな風に考える日も増えてきた。ただ何も行動を起こせず、それから月日が流れ、ついに臨月を迎えた。今日は翔太の命日。そういえば大将にも翔太が天国に行ってから会えてないな。出産したら子供を見せに行こう。外はすごい風、台風が来てるんだっけ。美月さん、ちょっとお使いを頼まれてくれる？あ、はい。台風が来てるけど近くなら大丈夫かな。行かないとまた何か言われるし。これを届けてちょうだい。え？これは今日お父さんと一緒に翔太の大好きだったお寿司を食べたの。だからあの店に寿司桶を返してきて。ほら早く行ってきてくれ美月さん。今日中に返却するって言ってしまったんだ。ちょっと待ってください。明日でもいいですか？
さすがにあのお寿司屋さんまでは。いいから行きなさい。あなたは悪天候の中、翔太に寿司おけを返しに行かせたでしょ。そうだ、翔太に行かせたのに自分は行かないなんておかしいだろう。ごめんなさい、さすがにそれはできません。お腹の子に何かあったら大変ですし。そんな子どうだっていいわよ。だってその子不倫相手との子でしょ。まだそんなこと。本当でしょ。ほらいいから行きなさいってば。お父さんそっち持って。ああ、やめてください。ほらデブ野郎、歩いて返しに行きなさいよ。ちゃんと返してくるまで家の中に入れないからな。お願いです、待ってください。嘘でしょ。私は二人に締め出されてしまった。お寿司屋さんまでは40キロ。このまま外にいるのも危険だし、行くしかないか。ごめんね赤ちゃん、少し頑張って。すっげー風と雨、さすがに今日はもう客は来ねえか。そういや翔太の両親が今日オケを返しに来るとか言ってたな。まあいつでもいいって言ったし、さすがに来ねえだろ。よし店じまいにするか。よいしょっと。あ、はあ、大将さんお久しぶりです。オケ返すのが遅れてすみません。何してんだよこんな天気の中、びしょ濡れじゃねえか。お前みつきだよな、とりあえず中に入れ。大将は私を中に入れてくれて、着替えとタオルを貸してくれた。すみません。いいってことよ。そんなことより、なんでこんな天気なのに寿司おけを返しに来たんだ。それに車で来たにしては濡れすぎ。歩いて来たんです。は？歩いてこの天気の中？はい。その体、妊婦なんだよな。それなのにどうして？実は。なるほどな。はい、まあ私の自業自得なんで仕方ないです。てめえは何にも悪くねえだろ。え？悪いのは翔太の死とちゃんと向き合わず、てめえに八つ当たりしてる義両親だ。許せねえ、許せねえよ。そんな奴らにはきついお仕置きが必要だな。大将？いた平次、てめえこんなところにいやがったのか。犬塚さん。おい、ずっと探してたんだぞ。たく、心配かけやがって。うわーん、平次さーん。でも本当によかった、平次が無事で。ちょうどいい、破門された身だというのは重々承知ですが、俺のこと手伝ってくれませんか。最後のお願いです。は？何言ってんだお前。お願いです、どうしても許せない奴らがいるんです。力を貸してください。よくわからねえが力になってやるよ。てめえがそんな顔して頼み事をするなんて珍しいな。あのこの方たちは。この人たちは。あの子どうなってるかしらね。途中でのたれ死んでるかもな。そうだったら嬉しいんだけど。あ、帰ってきた。それにしては早すぎるわね。途中で引き返してきたんじゃないか。なるほど、じゃあ鍵を開ける必要はないわね。あれ、何？銃弾？いたいた。何よあんたって、あんたは寿司屋の大将？何しに来たの？俺は寿司屋の大将じゃねえ。は？何を言ってるんだ、寿司屋の大将だろうが。俺はね、噂組の平次、つまりヤクザだ。ヤクザ？噂組ってのはな、みんなの幸せのために存在する。てめえらみたいな人を不幸にすることしか考えないクソ野郎だ。俺たちが始末する。いや、わしたちは何も。妊婦の美月をこの台風の中追い出し、40キロも歩かせたろ。それだけじゃない、翔太の死は美月のせいだって責めたそうだな。それは美月さんが翔太の命を。ちげえだろが。悪いのはトラックの運転手、そいつが死んじまったからって
行き場のない怒りをてめえらは美月にぶつけたんだ。美月だってお前らと同じくらい辛かった。それに子供もできて不安だったはず。それなのに美月は翔太を失った悲しみとお前らの怒り両方受け止めて生きてたんだぞ。知らないわよそんなの。あの子が悪いの。そうだ、とにかくあいつが悪い。考えることを放棄してんのか。本当に情けねえ。天国の翔太がこれを見たらどう思うか。まあいい、お前らは改心しないってことが分かった。噂組のみんなよろしく頼ます。ああ、俺来い。やめて、どこに連れてくの。やめてくれ。ここはすごい風だ。ここはアメリカの竜巻街道と呼ばれる場所。世界で一番竜巻が起こると言われてる場所だ。お前らはここでカカシをやってもらう。そんな、こんなところでカカシなんかやったら死んじゃうかも。そうだ、こんな危ない場所に放置するのはやめてくれ。てめえらのやったことで美月とお腹の子は死ぬかもしれなかったんだ。同じ状況だろ。とりあえず 2,3 年頑張ってみろや。安心しろ、ちゃんと保険金はかけてやっから。助けてくれ。それから私が帰るとお母さんとお父さんは消えていた。一体どこに行ってしまったんだろう。大将がお仕置きをするって言っていたから何か知ってると思ったんだけど、大将は知らないらしい。慰謝料という名目で2人からお金が振り込まれていたから生きてはいるのかな。でもどうしてあの2人が慰謝料をくれたんだろう。いろいろと謎が残る。いやー最高、今日も空が青いぜ。大将テンション高いですね。そりゃそうよ、追い出されたってのは俺の勘違いだったんだから。俺の誕生日のサプライズの用意のために出てけって言われたのを真に受けちまったようなんだ。そうだったんですか。でも波紋状まで用意されてたんだぜ。そりゃ勘違いするだろう。ドッキリだったみたいだが本当に立ち悪いぜ。まあとりあえず戻れてよかったじゃないですか。まあな。というかヤクザだったことにびっくりですけどね。まあヤクザだろうが寿司屋だろうが俺は俺だ。そうですね。でもてめえは暗いままだな。まだ翔太の死はてめえのせいだと思ってんのか。はい、しょうがねえな。ちょっと待ってろ。え、ほらよ、お待ちだ。何ですかこれ、お寿司のケーキ。ああ、妊婦には生ものはダメだから後で焼くけどな。これは翔太があの日俺に注文した寿司ケーキなんだ。お前が来たら作ろうと思ってたんだけどな、あれ以来来なかったから作れなかったんだよ。え、翔太がよ、美月の誕生日にって。そうだったんですか。ああ、だから天気の悪い中でもどうしてもうちに来たかったんだ。あの日の1週間後だったろ誕生日が。はい。だからてめえのせいじゃねえよ。大丈夫だ、てめえのことが大好きすぎた翔太のせいだ。そうだったんだ翔太、そんなことを考えてくれてたんだな。そういや昔お寿司のケーキが食べたいって言ったことがあったや。私愛されてたんだな翔太。ありがとう。翔太にもらった寿司ケーキで体力をつけて、翔太にもらったプレゼント、お腹の赤ちゃんと幸せに生きていくね。本当に本当にありがとう翔太。龍親父どうしたんですか、そんなに慌てて。もしかして勝ち込み。そんなことより重要なことだ。もしかして殺がガサ入れに来たとか。ちげえ、犬塚が言うことを聞いてくれねえんだ。犬塚が。俺組長だよな、組のトップだよな。はい、そうです。でも親父、犬塚に何を頼んだんですか。それはな、おい犬塚、聞いたぞ。親父、何をです。
メイの授業参観お前が行くらしいじゃねえか。そうですが。ダメだ、俺が行く。何言ってるんですか親父。その日は大事な杯事が。だから俺がお嬢の授業参観に行くことになったんじゃないですか。知らねえ、行く。杯事なんかより娘の授業参観の方が大事だろうが。平時から聞いたぞ、最近メイにパパって呼ばれるイメージトレーニングをしてるって。平時あいつ、てめえやっぱりか。あ、いや、パパの座は渡さねえ。ちょっとぐらいいいじゃないですか。ダメだ。私リュウに授業参観来てもらうから、二人とも絶対に授業参観に来ないで。ってことがあったわけだ。犬塚が引けばきっとメイも来ないでなんて言わねえだろ。親父、そういう問題じゃない気が。まあわかりましたよ、授業参観の件どうにかします。お、本当かリュウ。ええ、本当に頼りになるなあお前はよ。俺はリュウ、噂組の若頭だ。つまりやっなんだけどな、親父も射程の犬塚も。お嬢のこととなると IQ3 になるからな。毎回その二人の間に入ることになる。若頭の仕事も楽じゃねえぜ。頭も大変っすね。てめえがややこしくしてる部分もあるんだからな。いえ、すいません。さてどうすっかな、とか思いながら散歩していた俺。あ、なんだありゃ。やめてください。は、なんだてめえは。どけよガキ。いやです、春はどきません。引いちまうぞこれ。俺たちがやんねえと思うのか。俺らは女子供にも容赦ねえんだよ。いいからどけ。絶対にどかないです。本当にうぜえな、引き殺すしかねえか。おいおいおい、何物騒なこと言ってんだよ。あ、てめえは誰だ。人の名前を尋ねる前にまずは自分からってママに教わんなかったのか。てめえ、俺らのことおちょくってんのか。まあな、6歳ぐらいの女の子にガチギレしてるようなやつ見たらおちょくりたくもなんだろ。てめえ、いい加減にしろよ。おい、こいつボコしてやろうぜ。おい。ああ、まあいいけど。おじいさん、危ないですよ、逃げないと。大丈夫だって。まあ、ジョーちゃんは目でもつぶっててくれ。なんだこいつ、つえ。くそ。覚えてやがれ。なんだよ、典型的な雑魚キャラの捨て台詞じゃねえか。おじさん、強いんですね。なんだよ、見てたのかよ。目つぶっとけって言ったろ。それにおじさんじゃねえ。俺は龍だ、お嬢ちゃん。春は春です。お嬢ちゃんじゃないです。そうか。それはすまねえな、春。ところで春は何を守ってたんだ。お花畑を守ってたんです。お花畑、どう見ても花畑には見えねえ。空き地かなんかだと思っていたが。見てください、この花。春が指さす方を見ると一輪の白い花が。私のお母さんがここにこの花を植えてたんです。ここはお花畑だったんですよ。でもあの人たちがバイクでここを通って踏みつぶしちゃって。そうだったのか。それはひでえな。今お母さんは病気で入院してるんです。ここのお花畑がまたお花でいっぱいになればきっとお母さんは元気になってくれます。だから春はこのお花畑を守ってるんですよ。それでお花をたくさん買ってまたお花畑を復活させるんです。でも春、お金がないんです。これしか。春の手にあったのは11円。これじゃあ買えねえよな。おい春。何ですか。俺が金出してやろうか。ダメです。なんでだよ。春は自分の力でお金を集めたいんです。そうじゃなきゃきっとお母さんは元気になりません。自分でって。春、一回1円で町の人のお手伝いしてるんです。お手伝いしてお金を稼いでるんですよ。1円、そんなんじゃなかなかたまらないだろう。もっとくれようとする人もいますけど、あんまりもらったらその人がかわいそうですから。その人だって誰かを元気にしたくてお金を稼いでるんですからね。だからちょっとだけもらうんです。なんでリュウさん泣いてるんですか。なんでもねえよ。じゃあ仕事頼むよ。え、いいんですか。肩もみしてくれないか。お安いご用です。そして俺は春に肩もみをしてもらった。全然効かねえ。効かねえけど。なんで泣いてるんですか。気持ちよすぎて涙が出てきたんだよ。
そうなんですね。春、肩もみ上手なのですね。ああ、やべ。最近涙もろくなってるな。はい、おしまいです。ありがとうな。はい、これ、1円だ。ありがとうございます。また頼んでもいいか。ダメですよ。あ？1人1回までなのです。言いましたよね、ちょっとだけもらうって。そのお金は違う人に使ってください。春は、もう十分もらいましたから。春、どんだけいい子なんだよ、畜生！100万円でも、200万円でもやりてえが、それは春美の望みじゃねえもんな。どうにかできねえかな。こんなんじゃ、いつまで経っても、お花畑を復活させられねえし。頭！見ましたよ、まさか、頭まで犬塚さんと同じような趣味があったとは！あ？今日、幼女と一緒にいたでしょ。てめえ。って、冗談ですってば。おい。何ですか？あいつのこと調べてくんねえか？やっぱり。ちげえよ。この組も終わりかな。転職考えた方がいいかもな。だからちげえっての。エイジを生き埋めにした後、春について調べさせると。春は母子家庭ですごく貧乏だということがわかった。今は祖父母の家にいるらしいが、その祖父母もお金がないらしい。そして春の母親は末期癌だそう。余命はわずかだとのこと。こりゃなおさらどうにかしてやらねえとだよな。そして翌日。今日も元気ですね、お花さん。ちょっと待っててくださいね。すぐにお友達増やしますから。よう。おお、リュウさん、こんにちは。どうよ、順調か？まだお仕事はもらえてないです。ああ、リュウさんはもうダメですからね。わかってるっての。でも、そうですね、稼いでこないと。春がいない間にあの人たちが来たらどうしよう。そうだ、ちょっとリュウさん、ここ見ててください。は？春、お仕事行ってくるので。おう。そして俺はなぜかお花畑を見てることに。まあ春の頼みならいいか。するとバイクの音が聞こえてきた。昨日のあいつらか。おい、止まれ。あー、なんか言ってるみたいだけど聞こえねえな。よーし、このままアクセル全開っと。おい、止まりやがれ。嘘だろ、こいつら止まる気がない。そりゃー、いっけー。うわー、一丁上がりっと。あの世で俺たちを怒らせたことを後悔しろよ。じゃあね。いつ、これ、骨何本か言ってやがる。くそ、あいつらめ。でもよかった。鼻だけは守れた。リュウさん、大丈夫ですか？春。大変です。バイクで引かれましたよね。リュウさん、これ、このお金で病院行ってください。その金は。いいんです。使ってくださいなのです。春は嫌ですよ。リュウさんが死んじゃうの。ほら！受け取れねえよ。受け取ってください。春が受け取ってほしいんです。春が受け取ってほしいから渡すんです。わかった。ありがとうな。動いて大丈夫ですか？ああ、病院に行ってくら。春はそこで待ってろ。はい。そして俺は痛み止めを薬局で買いまくり、その場に戻った。お帰りなさい。春のおかげで治ったぜ。この通りピンピンだ。よかったです。本当によかったです。あのお金が役に立って本当によかった。春、お気になさらないでください。お金はなくなったらまた増やせばいいんです。でもリュウさんの命はなくなったら増やせませんから。あれ、バイクの音。あーはりはりゃ、どうなったか見に来たら全然ピンピンしてんじゃん。おっかしいな。お、あの生意気なガキもいるじゃねえか。ちょうどいいや、まとめて引き殺してやろうぜ。おお、そこ動くなよ。来ないで。春、俺の後ろにいろ。でも、ユウさんが。大丈夫、俺は春のおかげで病院に行ったから無敵だ。バイクに跳ねられても平気。スターを取ったマリオ状態なんだよ。うらー、よっしゃー。春だけでも守らねえと。命に変えても春だけは守る。頭！俺の愛獣。何死のうとしてんすか。俺らを置いて死ぬなんて許さないですよ。サンキュー平次。け、
拳銃？構わねえ、引いちまえ。うらえ、すごいです、すごいですよ龍さん。もうあれダメだと思ってました。ああ、なんとかなった。その後俺を引いた二人はというと、いって全身が痛え、絶対これ骨折れてるって。というかここはトルコのバイブルト D915、 世界で最も危険だと言われる道路だ。は？トルコ？今からてめえらにはこの道路を時速100キロに固定されてるバイクで走ってもらう。無理、無理だって。そんなの無理、こんな道を100キロで走るなんて。安心しろ、他の車やバイクは通れねえようにしてある。対向車は来ねえよ。対向車が来ないとかの問題じゃねえから。つべこべ言うんじゃねえ、てめえらは俺たちの家族に手を出したんだぞ。こんなもんで済んでラッキーだろうが。俺たちは噂組だぞ、もしやらねえってんなら。やる、やるよ。くっそー、うらー、うわー、やっぱ無理、ブレーキ、ブレーキ。あれ、ブレーキがない。あー、ごめん、ブレーキ間違えて外しちゃった。うわー、うわー。生きてるのか死んでるのかは知らねえけど、まあ無事ではないっぽいな。そしておい春、これ使ってくれ、これで花を買うんだ。ダメですよ、こんなたくさんのお金。助けてくれた俺だよ。ダメです、俺が渡したいから渡すんだ。あ、それ春のセリフです、真似しちゃダメです。とにかく受け取ってくれよ。というか今から一緒に花を買いに行こう。ああ、引っ張らないでください。その数日後。ああ、すごい、夢みたい。またこの花畑を見れるなんて。春、ありがとう、本当にありがとうね。これで元気になってくださいね、お母さん。うん、そうだね。春がこの花畑を復活させるって奇跡を起こしたんだから、私も起こさないと。お母さん、奇跡を起こすって言ったじゃないですか。なんでですか、なんで春を置いてっちゃうんですか。春、もう生きるのが嫌ですよ。お母さんがいないのに行きたくないです。おい春。龍さん、この花の名前知ってるか。知らないです。アングレカムって言うんだよ。アングレカム？花言葉はいつまでも一緒だ。きっと、きっと春の母さんは春のそばで見守ってくれている、この花畑にいるんだと思うぜ。だからよ、行きたくないとか言うんじゃねえよ。生きろ、めちゃくちゃ幸せに生きて母さんを安心させてやれ。ユウさん。その後俺は春の祖父母に、春に命を救ってもらった俺だと、春がこれから生きるために必要なお金を渡した。大学までの学費とかもろもろも祖父母は遠慮してたけど、春のためだと無理やり受け取らせたよ。ああ、本当は春の母さんを救いたかったんだけどな、そればっかりはうまくいかなかったぜ。それからしばらく月日が流れた。リュウ、ありがとうな。頭、お手数おかけして本当にすいません。俺は杯ごとを調整して、みんなで授業参観に行く許可を先生にもらったんだよ。ったく、なんでこんなことしてんだか。なんでみんないるの？メイちゃん、どんまい。メイ、明日があるさ、明日がある。メイちゃん大丈夫です。みんな、メイちゃんが好きだから来てるんですよ。だとしても、何も大丈夫じゃない気がするんだけど。そうか、春はお嬢と一緒の学校だったんだな。しかも同じクラスとは。じゃあこの問題わかる人？犬塚。親父、フレーフレーメイ、フレフレメイ、フレフレメイ。リン、スマモ、春、後であの二人東京湾に沈めるの手伝って。なんだかわかんないけど、メイちゃんの頼みならいいよ。任せろ、コンクリの手配はしとく。わかりましたなのです。だからお嬢に来るなって言われるんすよ。授業参観に横断幕ってアホなんすか。ねえ頭、頑張れ春、負けるな春。なんで龍さんがいるんですか。恥ずかしいからやめてください。噂組の皆さん、出てってください、授業の邪魔です。静かにするって約束したじゃないですか。すまん、いや
春が幸せそうに生きてる姿を見たらついな。その後仲良くみんなで東京湾で遠泳したよ。よかった、本当によかったよ。春が元気に生きてるところが見えて、春の母さん、春はまっすぐでいい子に育ってるぜ。心配なさそうだ。お嬢たちもいるしな。お嬢たちがいるなら大丈夫。これからもまっすぐ育っていくはずさ。いつまでも一緒。頼んだぜ。これからも春のこと見守っててくれよ。これでてめえはおしまいだな。てめえもまだまだだぜ。てめえこそな。次で息の根を止めてやるぜ。ごちゃごちゃ言ってねえで始めるぞ。おお、望むところだ。いざ尋常に勝負。あ、え、同時だと。いや、でもてめえの松の葉の方が先に切れたな。ああ、てめえの方が先に切れたんだろうが。ああ、なんだと。てめえの目ん玉腐ってんじゃねえのか。てめえの方こそ老眼鏡が必要な年なんじゃねえのか。えー、おう、そうだひろちゃん。そうだ、こんな時のためにひろちゃんを呼んだんだったな。なんだよひろちゃん、どっちが先に切れた。ひろちゃん審判長、ジャッジしてくれよ。知らねえよ。65過ぎの隠居したおっさんを呼び出したと思ったら、松の葉で引っ張り合って切れた方の負けゲームの審判ってなんだよ。お前ら一体いくつなんだよ。年齢とか関係ねえ。負けられない戦いがここにあるんだよ。その審判にふさわしいのはやっぱりヒロちゃんだろ。ああ、昔から俺らの審判はヒロちゃんだったしな。そうだった気がする。ああ、でももう俺は帰るよ。帰らせてくれよ。その前に判定よ。そうだヒロちゃん、判定よ。じゃあどっちも勝ち。こんな適当だと二人とも怒るかな。ヒロちゃんがそう言うならそうなんだろうな。いた仕方ね。ヒロちゃんがそう言うなら今日は納得するか。いいんだ、それでいいなら俺を呼ばないでくれよ、こんな朝っぱらから。そうだ、おいカンタロウ、グループラインに招待してやったぞ。ああ、グループラインだと。何のつもりだ。ヒロちゃんも招待した。これで気軽に構想できるだろう。おお、それはナイスアイデアだ。てめえにしては気が利くじゃねえか。何、また俺呼ばれるの。嘘だよね。ヒロちゃん、グループライン入っとけよ。ヒロちゃん、またよろしくな。これからもナイスジャッジをしてくれよ。ああ、期待してるぜ。嫌だよ、嫌だよ。つべこべ言うな。前みたいに姿くらましたら許さねえかんな。まあ、逃げてもまた見つけるけどな。俺一応お前らより年上なんだけどな。ああ、なんでこんなことになったんだろう。最近なぜか昔の知り合いが俺の元に来てこんなことに巻き込まれたんだ。わけわかんないよ。俺も暇じゃねえんだけど。ああ、俺はヒロちゃん、ただの冴えないおっさんだ。ああ、しかも朝の5時だよ、5時。あいつらどんだけ元気なんだよ。帰って一眠りしようかな。ああ、飲んだ飲んだ。朝日眩しい。は？弱くね？こっからだろ。え、何、これから飲むのか。ああ、そうだよ、まだ飲めんだろうが。もちのろん。じゃあお前んちで飲み直そうぜ。てめえ前見て歩きやがれよ。酔っ払ってフラフラして君からぶつかってきたんじゃないかって言ったら怒られるだろうし、素直に謝るしかないよね。へへ、すいません。何その笑い方、きっしょ。こんなおっちゃんにだけはなりたくねえな。ほんとほんと、どうせてめえなんか家族もいなくて孤独死すんだろうな。そうなんですよね。確かに家族いないんだよな。マジかよ、マジでいないのかよ。ほんと寂しいやつだな。ありえねえだろ、その歳で一人って。おいおいおい、てめえ何のために生きてんだよ。生きてる価値ねえだろ。何のため、何のために生きてるんでしょうか。俺にもわかりません。何質問返ししてんだよ、知らねえっつーの。というか見たところ60超えてんだろ。こんなおっさんのために俺たちの金使われてると思うとマジでムカつくわ。お金ですか。ああ、どうせお前年金で暮らしてんだろ。ああ、いや年金はもらってないんですよね。いろいろな事情があって。嘘つけや。絶対に嘘だろ。そんな嘘ついても意味ねえんだよ。俺たちぐらいになると嘘ぐらい一発で見抜けんだからな。違うって、これ以上言っても怒られるんだろうな。じゃあ認めちゃうか。
へへ、すいません。マジでこのおっさんの笑い方ムカつくわ。ほんとムカつく。ほんと腹立つわな。そんなことを言われてもこれ癖でして。やっちゃう？やっちゃうか。そうだな、やっちまって俺たちが払った金回収しようぜ。わ、それありだな。酔いざましにもいいかもしんねえ。ちょっと待ってください、これ全財産です。は？おいおい、マジかよ。このおっさん自分から金を差し出しやがった。ありえねえ、おっさんプライドってもんないわけ。プライドか、とっくの塔にどこかに置いてきちゃったよ。お願いです、許してください。うわ、土下座までするなんてさすがに引くわ。なんかしらけちったな。まあ金もらえたからいいじゃねえか。そうだな、この金あればもう一軒行けんだろ。だな、店で飲むことにするか。おっさん、ごちそうさん。ああ、どういたしまして。ああ、なんとかしのげたか。よかったよかった。俺の人生って本当に何なんだろうな。まあしょうがねえよ、これが俺が選んだ道だから。その翌日、俺はまた正宗と勘太郎に呼ばれた。よーし、今日こそ俺が勝つ。おざけ、俺が勝つに決まってんだろ。ヒロちゃんはどっちが勝つと思う？そうだな、ヒロちゃんの意見が聞きたいな。両方とも頑張ってほしいね。でもカツ丼の大食いチャレンジはその年できついんじゃないかい。他のにしようよ。はあ、ヒロちゃん舐めちゃいけねえよ。俺たちを誰だと思ってるんだ。正宗とカンタロウだぜ。君たちって本当に仲いいよね。仲良くなんかね。うう、ちょっと怒んないでよ。お待たせしました。でかやばくないかこれ。おうおう、やばいとか言っちゃってビビってんのか。てめえこそデカとか目まん丸くしてたじゃねえか。俺はデカでも余裕って意味で言ったんだよ。俺はやばい余裕って意味で言ったんだよ。今からでもやめるかい。お店の人に言って持ち帰りにしてもらおうよ。それで家の人に食べてもらえばいいだろ。ヒロちゃん、男に二言はねえ。ヒロちゃん、男にはやらなきゃいけねえ時があるんだよ。もう知らないからね。はあ、こうなったら誰も止められないんだよね、昔から。ではよーい、スタート。30分後。苦しい苦しい、胃が痛い。なんでだ、箸が進まねえ。ほら、言わんこっちゃない。はーい、タイムアップです。ちょっとちょっと、二人とも大丈夫？起きてよ、起きてってば。なんでそこまでなるまで食べるのさ。そしてまたその翌日。くそ、胃もたれがやべえ。俺もだぜ。絶対に昨日のカツ丼だよ。おい、ヒロちゃん、今日は何の勝負？バカ野郎。え、今日は構想はお休みだよ。どうして？分かってねえな。休みがなきゃ構想でベストパフォーマンスは出せねえんだよ。お互いがベストパフォーマンスが出せない構想なんて構想じゃねえ。だから今日は休むんだ。じゃあなんで俺呼ばれたの？それはもちろん夢の国に行くためさ。え？休みの日って言ったら夢の国でチュロス食いながら遊ぶのが定番だろうが。おっさん三人でか。楽しいことに年齢も性別も立場も関係ねえんだよ。やりたいことをやる、それが俺たちだ。確かに二人とも昔からそうだったね。ほら行くぞ。そして俺たちは本当に夢の国へ。まあ楽しかったんだけどさ。それから毎日のように俺は二人に連れ回された。一体どういうつもりなんだろうか。もしかして、いやそんなはずはないよね。そんなある日のこと、今日の勝負は珍しく夜だった。だから帰りが遅くなったんだ。すると、おいおい、いいだろうよ姉ちゃんよ。やめてください。いいじゃねえか、飲みに行こうぜ。本当に嫌なんです。は？なんだと？もうめんどくせえしさ、この場でやっちまおうぜ。そうだな。警察呼びますよ。あのさ、俺たちが誰か分かってんの？分かりません。俺たちは。ちょっと待ってください。あ？なんだお前。あ、助けてください。って、この前の情けないおっさんじゃねえか。あいつか、金くれたやつ。この前ありがとな。ね、何の用だよ。その人困ってるじゃないですか。返してあげてくださいよ。は？何言ってんだ、ヒーローぶってんじゃねえぞ。あのな、おっさんはまたこの前みたいに金置いて帰ればいいんだよ。金は払うよ。でもこの女性にひどいことをするのはやめてくれないかい。は？俺たちに指図してんのか。
指図じゃなくてお願いだよ。一緒だろうが。おいおっさん、これ見えんだろ。おお、これこれだよこれ。あ、入れ墨。そうそう、俺たちヤクザなんだぜ。ビビったろ。ほらおっさん、早く財布出して消えろや。お前が消えたらたっぷりそこの可愛い子ちゃん可愛がってやっからよ。早く金出せ。親父、迎えに来ました。最近お嬢があまり親父に会えてないって寂しそうにしてますよ。ああそうか、今はしょうがねえんだ。犬塚、これを渡しといてくれ。メイ好きだったろ。オーロ、さすがに怒られますよ。親父、迎えに来ました。親父、お嬢が最近親父が遊んでばっかりいるってめちゃくちゃ怒ってますけど。ああ、アマネにこれでもあげとけ。アマネ、これで小さい頃は落ち着いたろ。おしゃぶり、お嬢に埋められますよ。あれ、ミツル、ヤマンマ組の組長。あ、犬塚さん、噂組の組長。え、もしかして親父たち二人で遊んでたんですか。遊んでね。遊んでたな。遊んでましたね。おい、何こそこそ話してんだよ。早く金出せよ。可愛い子ちゃんとイチャイチャしたいんだよ。早く消えろや。どうしよう、どうしよう。あ、あれは親父、助けに行ってきます。俺も。ああ、ヒロちゃんがいるじゃねえか。待てよ犬塚、ミツル、いい機会だ。お前らあいつのことよーく見とけ。何言ってるんですか。このままじゃあのおっさんやられちまいますよ。そうですよ、あの女性も危ない。いいから見とけっての。ほらほら、入れ墨怖えだろ。もしかしてビビって固まってるとか。ちげえねえ。なんだ、仲間じゃないですか。は、何言ってんだ。そうかそうか、まあ俺は元ですけどね。入れ墨は、なんでてめえにそんなものが。どうせシールかなんかだろ。なんだそういうことか。ビビらせやがって。どうしてもこの女性を逃がす気はないんですね。当たり前だろうが。じゃあしょうがない、本当はこんなことしたくないんですが。は、何言って。うわっ、おい太郎、しっかりしろ。次はあなたですか。おい、来るな来るな。おや、よく見たらこれシールタイプのタトゥーじゃないですか。あなたたちの方が偽物だったんですね。ヤクザを語ってたのか。なおさら許せないです。あ、いや、来るなっての。うわぁ。さてと、この人たちは俺がどうにかするので、あなたは行きなさい。ダメですよ、女性がこんな夜道を一人で歩いてちゃ。今度から気をつけてくださいね。あらら、怖がらせてしまったか。申し訳ないな。つえ、なんだあのおじさん。俺たちの兄貴分だった人だ。え、自分のためには絶対に拳を振るわないし、いつもはヘタレだけどな。人のためとなると鬼の形相でああやって拳を振るんだ。俺たちもよく助けられたもんよ。懐かしいな。てめえらよーく覚えておけ。拳ってのはな、ああやって使うんだ。はい。それからあの二人は正宗と勘太郎が引き取っていった。あいつら影から見ていたらしい。いやいや、兄貴分を助けてくれよな。そしてあの二人はというと、ここはどこだ。そうだ、俺たちあのおっさんにやられて。ああ、ここは北センチネル島だ。ここでも親父狩りや女性を襲ったりできるか試してみろよ。北センチネル島、どこだそこ。世界一危険な島だよ。島へ訪れた人たちはみんな槍と矢で迎えられんだ。前にもクズを連れてきたが、あいつらどうなったかな。待ってください、心を入れ替えますので。心は入れ替わんねえだろ。この前は未遂で終わったが、他にもいろいろしてたらしいもんね。あ、いや、それはその、そろそろお迎えが来る頃ですかね。じゃあ俺たちは逃げましょうか。そうだね。待って待ってくれ。そして俺はというと、知ってたんだろ、だから俺と毎日一緒に遊んでくれてたんだよな。知らねえよ。俺たちはただ審判としてあんたが必要だっただけだ。まあそういうことにしとくよ。俺は実は末期癌だったんだ。誰にも知られず行こうと思ってたのに、こいつら鍵つけやがって。ああ、でも正直ここしばらくお前らのおかげで楽しかったよ。それに家族もいない俺だけど、こうして誰かに見取ってもらえるとはな。何言ってんだよ、俺は家族だと思ってる。もちろん俺もだ。それにな、
病院の外見てみろよ。ほら、ベッド上げてやるからよ。外？お、なんだこの人たちは。ヒロちゃんが助けた人たちだよ。病室に入りきらないから外にいるんだ。ヒロちゃんはこれだけたくさんの人を助けてきたんだぜ。ヒロちゃんさん、この前は助けてくれてありがとうございました。逃げちゃってごめんなさい。本当に感謝してます。俺たちの兄貴を一人で行かせるわけねえだろうが。ヒロちゃんはみんなに見送られていくんだよ。ありがとうな、マサムネ、カンタロウ。こちらこそだよ、ヒロちゃん。俺たちのことたくさん助けてくれてありがとう。ありがとう。ヒロちゃん、ゆっくり休んでくれよ。こんな職業だからと家族も作らず生きてきたが、これだけ大勢に囲まれていくことになるとはね、想像もしていなかった。ありがとうよ、マサムネ、カンタロウ。おかげでいい人生だったよ。先に休ませてもらうよ、マサムネ、カンタロウ。おやすみ。ああ、またな。ああ、ダメだな。全然ダメだ。こんなんじゃダメだ。ええー、なんでよ、めっちゃ美味しいじゃん。ほんとですよ、これでダメだなんて。こんなんじゃ納得できない。クリスマスケーキにはふさわしくないんだ。俺はな、噂町のみんなを喜ばすすっげーケーキを作りたいんだよ。いやー、十分喜ぶと思うけどな。ほんとですよ。でも正宗くん、料理のことになると妥協しないからな。悪いひまりあやね、もう少し手伝ってくれないか。もう少しで何か掴めそうな気がするんだ。それはもちろん手伝うに決まってるでしょ。私たちママ友なんだから。そうそう、それに正宗くんにはいつもお世話になってるしね。俺は正宗、さつき屋というケーキ屋を営む者だ。ひまりとあやねは俺の趣味でやっている料理教室の教え子であり、娘同士が同じ幼稚園。今クリスマスに向けてケーキを作っている。しかしなかなか納得いくものができないんだ。クリスマスに噂町のみんなにケーキを配るんだが、これじゃ間に合わないかもしれねえ。お父さん大丈夫？最近疲れてるんじゃない？ああ、ちょっと仕事の方が忙しくてな。無理しないでね。そうだ、肩揉んであげるよ。ああ、すまんなあ、メイ。あれ、親父の仕事ってやっや。ああ、今肩着なんですよ、親父。ほら、さつきやってケーキ屋やってるでしょ。そっちに専念してるんです。は、ケーキ屋に。犬塚さん知らなかったのか？どういうことだ。クリスマスまでケーキに専念したいということでな。俺が今組長代行しているんだ。クリスマス終わったら組長に戻るらしいっすよ。そんな簡単にやっ、やめたりなったりできるもんなのか。俺の感覚がおかしいのか。犬塚、気にしたら負けだ。そうですね。うー、メイに肩を揉んでもらったおかげでだいぶ楽になったぜ。メイのためにも美味しいケーキを作らないとな。翌日、よし、今日もケーキ作りに励むかな。ちょいちょいちょい、ストップ。お、なんだ、おまわりさんか。いつもご苦労さん。どうかしたか？どうかしたかじゃないよ、あんた噂組の組長だろ。もっとな。は？何言ってんだ。それよりお前のその顔、明らかにやってんだろ。何よだ、ケーキ作りならやってるが。ケーキ？何言ってんだ。やっぱり怪しいな、言動が明らかにおかしい。きっと薬だ。薬やってんだろ。あのな、うちじゃ薬はご法度なんだよ。死んでもそんなのやらねえ。ああ、そういうのはいいんだよ。いいから見せろよ、カバンの中。噂組の組長を捕まえたとなったら俺大出世しちゃうかもな。まあいい、見ればいいだろ。見たらわかるはずさ。よーし、調べるぞ。わあ、発見、粉だ粉。やっぱりしてんじゃねえか。俺ってば大手柄だぜ。明日の新聞の一面は俺だな。何言ってんだ、それ砂糖だぞ。今からケーキを作るからな。おまわりさんにも完成したら食わせてやるよ。お前こそ何言ってんだ、砂糖。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。警察なめんじゃねえぞ。そんな嘘に騙されると思ってんのか。ほら、交番来い。はあ？だから本当に砂糖なんだって、石垣島さんの。うっせえ、いいから来い。逆らったら公務執行妨害で逮捕するぞ。わかったよ。でも連れて行ってもしょうがないと思うぞ。そして俺はなぜか交番に連れて行かれた。サトル先輩、俺噂組の組長を捕まえてきました。
え？噂組の組長。お邪魔するぜ。これ見てくださいよ。職質したら粉が出てきたんですよ。佐藤だって何遍も言ってんだけどな。ちょっと貸してもらってもいいですか。これは、うわ、サトル先輩、口に入れちゃダメですって。別に甘くなんかないんだからね。これ砂糖だよ。え、砂糖？噂組がそんなことするわけないだろう。ちいこと、この人たちほとんどしてないからな。組長さん、大変申し訳ありませんでした。僕がよく言って聞かせますので、今回は許していただけませんでしょうか。何や、に頭下げてるんすか。なんかそんなの関係ない。間違ったら頭を下げるのは人として当たり前だろ。ほら、お前も謝れ。え、すみませんでした。なんで俺が。なんか言ったか。いえ。まあいいってことよ。人間誰しも間違えるさ。おまわりさんもいろいろ大変なんだろ。ありがとうございます。そう言っていただけて助かります。さてと、さつき屋に行ってケーキ作りをするかな。そして、おお、これは、え、どれどれ。おいしい。もうサムネくん、これすっごいおいしいよ。ほんとだ、これならみんな喜んでくれますよ。間に合ったか。お前らのおかげだ。本当にありがとうな。いやいや、それほどでも。正宗くんが噂町の人たちを思って作ったから、これだけ美味しいケーキを作れたんですよ。よーし、じゃあこれをいっぱい作ってみんなに配るぞ。ひまり、あやね、またよろしくな。はいよ、もちろんです。そしてクリスマス当日、俺は前日の夜中から作っていたケーキを箱に詰めた。よしと、これで準備は OK だ。これであとはこれを配るだけ。みんなに喜んでもらえるといいな。俺はケーキを持って車に乗り込んだ。しばらく運転していると、ちょっと、そこの車ストップ。ああ、おまわりさんか。急いでるんだがな。しょうがない、向こうも仕事でやってるんだし止まるか。よーよーよよ、久しぶり。ああ、あんたはこの前のおまわりさんか。大大大正解。てめえみたいな悪をのさばらせちゃいけないと思って、逮捕するタイミングをずっと伺ってたんだよ。おお、ただ俺は捕まるようなことはしてないぞ。これ見てもそんなこと言えんの。は？50キロオーバーだ。つまりスピード違反なんだよ。犯罪者は逮捕だ。スピード違反。俺は法定速度を守っていたはずだが。言い訳するんじゃねえよ。このスピードガンを見てみろ。これが証拠だよ、証拠。100キロ、そんなに出しているわけないだろう。だからここに証拠が残ってるんだよな。記憶ないって、やっぱり薬やってるから割りってんじゃねえの。逮捕しなくちゃまずいな、これは。じゃあ本当に俺がスピード違反してたか、後ろの護衛に聞いてみるか。は？護衛？護衛というかトナカイだな。トナカイ。親父、どうされましたか。ええ、気持ち悪い。でもなんで警官が。こいつをぶっ飛ばす。おい、ガンタ、さすがに警官はまずい。やるならこっそりと。てめえ、平次。このおまわりさんが俺がスピード違反したって言うんだよな。お父さんはスピード違反してないよ。ああ、親父は何があろうと法定速度を破らないお方だ。たまに損守しすぎて正宗渋滞ができてるくらいだ。なんだそれ。お父さん、正宗渋滞学校でも有名だよ。え、そうなの。とにかくお父さんはスピード違反なんてしてない。みんなにクリスマスケーキを届けなきゃいけないの。だから行かせて。噂組の連中、お前らもまとめて逮捕してやる。偽証罪で逮捕だ。本当にスピード違反してないよね。うん、うちのドライブレコーダー確認してくださいよ。うちのも確認しますか。証拠が残ってるのにまだスピード違反って言い張りますか。え、証拠だと。お前らもどうせやっ地味だろ。お前らも逮捕だ。行くじゃりん。キーン。うわぁ、しももちゃん早い。何キロ出た。100キロ、100キロ出たよ。うい、これでスモモはウサインボルトを超えた。うわ、なんでスピードガンを勝手に使ってんだよ。あっちゃー、このおまわりさん、故障臭い匂いがプンプンするよ。うん、うさん臭いね。このスピードガン、改造してあるっぽいね。つまり、メイの父親を貶めようとしてたわけか。許せないっすね。おまわりさんが、こんなことしていいんですか？お前ら、どっかで見たことあるような。あ、天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟と、スカット財閥の椿。なんでこんなところに、一緒だなんて。クリスマスケーキを配るお手伝いをしに来たんです。やっぱり逮捕だ逮捕。お前ら国家転覆でも企んでんじゃないのか。ほら、手を出せ手錠。
おお。これでお前は逮捕だ。ちょっと手錠をかけるなんてやりすぎでしょ。なぎさ、よく見ろ。それはおもちゃだ。なんだ、おもちゃか。なら簡単に。ほら、外れた。おもちゃじゃ。なんで手錠が外れたんだ。やっぱりマウンテンゴリラ。ふざけんな。警察の応援を呼んでやる。いろんな罪をでっち上げて、お前ら全員刑務所行きだ。その必要はないよ。はあ、サトル先輩、応援に来てくれたんですか。応援なんかじゃない。はあ、あんた誰だ。警視総監だよ。警視総監。総一郎、なんでお前がここに。たまたまここら辺を通りかかってな。別にケーキを配るのをこっそり手伝おうとしてたわけじゃないんだからね。おい、サトル内緒って言ったろ。ああ、こいつは俺の幼馴染だ。ちょうどいいです。こいつらを捕まえてください。するんで何か悪どいことをしようとしてたんですよ。どこにいるんだ。ここです。ここに社会のゴミがたくさんいるじゃないですか。俺には社会のゴミなんて見えないがな。ふぐもりグループの若社長、ここにているか。おお、いないよ。薬剤師さんならいっぱいいるけどね。薬剤師さんか。違う、薬剤師なんかじゃない。あ、警視総監だってご存知でしょう。こいつら噂組ですよ。いやー、俺にも薬剤師さんにしか見えないぞ。はぁ、あ、おー、生ゴミみたいな悪臭させてる人は一人いるけどね。そこのおまわりさん。そうだな、お前の方がよっだ。はぁ、あ、スピードガンを改造して罪をでっち上げるなんて言語道断だ。それなりの処分を下すから覚悟しろよ。まあ、これだけのメンツを貶めようとしたんだ。俺たちが何もしなくても大変なことになるだろうがな。とりあえず、サトル、こいつを連れて行くぞ。はい、わかりました。なんでです。俺はただ町を守ろうとしただけ。ふざけるな。俺が正義なのに。おい、何してるんだ。お、それは拳銃。お父さん。親父。おい、マサムネ、しっかりしろ。やったぞ、悪を倒した。やっぱり俺が正義だ。許せないよ。パパお願い、あいつをやっつけて。ああ。山嵐。うりゃ。お父さん、お父さん、しっかりしてよ。ねえ、お父さん、やだよ。私、お母さんもいなくなって、お父さんもいなくなるなんて。親父、お嬢を泣かせないでください。今救急車を呼んでます。絶対に生きてください。えいてててて。え、お父さん。心配かけて悪いな。大丈夫だったわ。どうして。葵が守ってくれたみたいだ。お母さんが。あ、お母さんの写真が入ってるネックレス。奇跡的にこれに当たったみたいだ。お母さん、天国からお父さんを守ってくれたんだね。よし、じゃあクリスマスケーキを配りに行くぞ。いや、病院に行った方がいいですって。このケーキを楽しみに待ってる人たちがいるんだ。その人たちを俺は裏切れねえ。さあてめえら、俺を手伝ってくれ。悪いな、マサムネ。俺たちはこいつを連れて行く。ほら、行くぞ。くそ。その後、あのおまわりは捕まって刑務所行きに。その後の人生、地獄みたいなもんだったらしいが、それはまあ、こんなめでたい日だ、置いておこう。そして俺たちは公園に行き、ケーキを配った。さあ、メリークリスマス。今日は日頃のお礼でケーキを無料で配るぜ。友達や家族、みんなに伝えろ。どんなやつでも構わねえ。どんどん持ってけよ。はーい、次の方どうぞ。おい、ちょっと待て、平次。おい、てめえ、おばちゃん相手にだけケーキの他に何かこっそり渡してないか。え、やだな、そんなこと。おい、犬塚さん、これ見ろ。平次さん、こんなのポッケに入れてた。犬塚の風呂上がりの写真。いや、犬塚ファンのおばちゃんたちにもちゃんと感謝の気持ちを伝えないとと思って。ね、クリスマスプレゼントですよ。てめえ、埋める。うわぁ。ちょっと食べていいかな。ダメに決まってるでしょ。私たちの分ももらってるんだから我慢しなさい。もう、だからパパお腹ぽよんぽよんなんだよ。たくさん来るね。ちょっと水分補給したら。ママ、ちゃ、気が利くわね。ウイスキー。ママ、覚醒せよ。うそこの子供、遠慮するでない。我が輩が手伝って作ったケーキ、とくとくらえ。ああ、クリスマスにもう一人のひまりに会えた。ちょっと、みやこ。うん、なんだ。
勝手にシャビットくんのろう人形をトッピングしないでよ。この機会にジャイアンツファン増やそうとしてんじゃない。バレたか。うわ、何シャメ取ってるんすか。スカット財閥の霊嬢がサンタのコスプレなんかしてんだぞ。笑えるじゃないか。これを拡散して貶めてやるんだ。いいですね、拡散しましょう。え、はい、アミさんもスッスさんも寄ってください。え、ウコハルっす。はい、チーズ。大切な親友たちとコスプレしましたって SNS に投稿しちゃいました。ふざけるな、ケイセ。私はお前の親友なんかじゃない。私は椿を貶めようと企むものなんだ。親友とクリスマス、親友と一緒に入れて嬉しいって早速アミも投稿してるじゃないですか。うん、嬉しいです。私も嬉しいっすよ、アミ。いいな、俺も親友とコスプレしたって投稿したい。ねえ、守、写真撮ろう。写真はいいけど、俺たち兄弟だから。やだやだ、俺は親友がいいの。兄ちゃん、だだこねないでよ。写真は撮るからさ。はい、チーズ。よし、投稿あった。ああ、本当に投稿したの？やばい、早速ヤフーニュースになってるよ。うぐもり兄弟、実は兄弟じゃなかったって。照れてる場合じゃないって。手伝ってくれとるみんなも楽しそうで何よりだな。よーし、メイ、スモモ、リン、歌ってさらに盛り上げろ。うん、ジングルベール、ぐるぐるベール、鈴が鳴る。鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベール、ぐるぐるベール、鈴が鳴る。今日は楽しいクリスマス。ヘイ。ははは、ええのええの、もっと歌え、もっと。ありがてえな。こうして俺と違う世界に行ける奴らが協力してくれる。本当にあったかい街だ。この噂町に住む20万人ちょっとの人たちに、これは俺たちは本当に本当に感謝してる。みんなのおかげで俺たちはこうして幸せに生きている。これからもよろしく頼むな。いくよー、せーの、メリークリスマス。カンタ何やってんだ。おいらは犬塚さんの革靴の中でお花を育ててるんだ。見でよ、とっても可愛いでしょ。花を育ててるのは見ればわかるんだよ。犬塚さんも一緒にめでるか。めでねえよ。おい、今すぐ花をそこから出せ。やだ。は？おいらはこの花を守る使命があるんだ。何言ってんだ。いくら犬塚さんの命令でもその命令だけは聞けない。てめえ、おいら戦う。犬塚さんからお花を守るために。久々にやるか、カンタ。おう、おいらやる。上等じゃねえか。始まるぞ。噂組の武力トップを決める戦いが。エイジでしょ、カンタに変なこと教えたの。あ、じゃあ実はそうなんですよ。花が枯れちった、どうすればいい、平次さんって俺に泣きついてきたから、犬塚さんの革靴の中で育てれば回復するって教えてやったんだ。暇なの、平次。いや、これも組のしのぎなんですよ。この戦いを YouTube チャンネル噂の平次にアップするんですから。まだ続けてたんだね。でも興味深いな。ああ、どっちが強えんだろうな。お父さん、龍まで、みんな暇なんだね。さあ、噂組ナンバーワンを決める戦いが今始まる。兄貴分にそんな風に立てついたんだ。ただで済むと思うなよ。男にはやらなきゃいけない時があるんだ。おいら頑張る。うらぁ、なぁ、あれ、犬塚さんどこ行った。はぁ、返してくれよ、おいらの花。卑怯だぞ犬塚さん、見損なった。こんなのはな、こうしなきゃいけないんだよ。ちょっと犬塚さん。おお、犬塚さん、ちょっとヤクザっぽい。このまま花を捨てるのか。犬塚がそんなことするわけないでしょ。え、こうして鉢に入れて肥料をやる。ベランダにでも出して日光に当ててやんないとな。大丈夫だ、まだ復活する。犬塚さん、どうせ平次の野郎にそそのかされたんだろう。ああ、いや。よし、カンタ、飯でも行くか。犬塚さん、おいら、あんな風に歯向かったのに、怒らないのか。お前がアホなのは知ってんだよ。想定内だ。でも、てめえも成長したじゃねえか。
はぁ、あ、ほら、行くぞカンタ。あ、おぉ、そうだ、どっかに隠れてるちっとも成長しない奴に次ぐ。誰のことでしょうかね、親父のこと。なんで俺なんだよ、てめえだよてめえ。後で畑の肥料にしてやるからな、牛の糞と一緒に。うぅぅぅ、頭助けてください。自業自得だろうが。終わったね、平次。どうしよう、どうしよう。おいらはカンタ、噂組っつうところでお世話になってる。噂組のみんなはこんなアホなおいらにも優しくしてくれて本当にいい人たち。カンタ、助けてくれよ。平次さん、おいらのこと騙した、自業自得。そんなこと言うなよ。例外もいるけど、でもあんな風に犬塚さんと戦いそうになるなんて、ちょっと昔を思い出しちまった。はぁ、何このテスト、ありえないんですけど。ごめんなさい。本当にあなたは死んだ旦那にそっくりね。勉強もできない、見た目も悪い、何もいいところないじゃない。ああ、でも旦那はこうやって遺産を残してくれたからね。お金はあったから、そこが取り柄か。それがなかったらあんな奴と結婚してないしね。そろそろこいつどっかにやっちゃおうかしら。そんなこと言わないでくれ、おいら頑張るから。だからお家に置いてくれ。あんた全然わかってないわね。頑張ったところで負け犬は負け犬のまんまなの。私みたいな人生の勝者にはなれないのよ。おいらは負け犬？ええ、そうよ。鏡見たことないの？思いっきり負け犬でしょ？いつか見た目が良くなったり、頭が良くなったり、私の役に立つかもしれないと思って家に置いといたけどね。その望みがないって、最近ようやくわかったわ。頑張る。おいら、お母さんのために頑張るから。だから、あんたみたいのは、頑張ったところで意味ないんだっつーの。よし、善は急げ。え？荷物をまとめて出て行きなさい。あ、嘘だろ？私、くだらない嘘つくの嫌いなの。ほら、早く出て行きなさい。ちょっと、待ってくれ。早くしなさい。よし、準備は済んだよね。あ、本当に出て行かなきゃいけないのか？当たり前でしょ？太いのは出てけ。これ以上あなたみたいなのを視界に入れるのも嫌なの。警察とかにも見つからない山奥にでも行きなさい。もし警察に見つかったりでもしたら、ただじゃ置かないんだから。こうして、オイラが家から出されたのが、確か、小学3年生の時。結局、どんくさいオイラはおまわりさんに見つかり、お母さんにめちゃくちゃ怒られた。それを見てたおまわりも、お母さんにめちゃくちゃ怒られて、大変なことになってたのをうっすら覚えてる。そしてオイラは、養護施設で暮らすことになり、中学生になった。カンタさん、カンタさん！あ、どうした？悪いことしてるおっさんがいるんすよ。悪いことしてるおっさん？はい、高校生から金を巻き上げてるらしいっす。最近多いな。そうなんすよ。ねえカンタさん、助けてあげましょうよ。わかった。さすがカンタさん、俺らのヒーローだぜ。あ、カンタさん相手っす。やっちゃってください。お前が悪者か。え、なんだね君は。そりゃあ、お金を返せ。数分後。さすがカンタさん、お金は俺たちが責任を持って届けるんで安心してください。オイラも行こうか。いやいや大丈夫っすよ、それぐらい俺たちでできますって。じゃあ行ってきます。気をつけてな。見た目が悪いと捨てられたことから、オイラは体を鍛えまくった。そしたらいつの間にか周りに人が寄ってきて、必要とされるように。もっと早くこうすればお母さんにも捨てられなかったのかも。その時はそんな風に思ってた。お、今回めっちゃ入ってる。本当にちょろいなカンタさんは。おかげでガッポガッポ儲けられるぜ。てめえら。あ？あ、お前は。カンタさん、カンタさん、大変なんだ。どうした？マサが、マサのやつが。え？マサが。すぐに行く。あいつです。あいつがマサをやったんです。来たか。てめえがこいつらの親玉か。なんでマサにこんなひどいことを。あ？てめえらがおっさんたちにやってたことと同じことをしたまでだ。全然違う。オイラたちはおっさんが奪った金を取り返しただけ。あ？
おい、あのアホが相手してる今のうちに逃げるぞ。あいつ噂組の犬塚だよな。ああ、早く逃げよう。許さない、おいらは絶対にお前を許さない。許さなかったらどうすんだ。ギッタンギッタンのボッコボコにしてやる。ふっ、上等じゃねえか。かかってこいや。うらお前は力の使い方が分かってねえよ。まだまだ、おいらはこんなんじゃ負けない。ここで負けたらまた捨てられる。結構タフじゃねえか。うわあ！よそ見なんかしてるからそうなるんだ。え？なんだ、花？花なんかを守ったんか。ああ、姉さんが好きな花だからね。姉さんはこの公園で花を見るのが好きなんだ。何をわけのわかんねえことを。こんな花、こうしてやる。ぐっ、何やってんだおめえ。そんな花かばってどうする。数十分後。はぁ、はぁ、はぁ、うぅ、ちっとも痛くねえな。な、なんなんだてめえは。てめえの拳は空っぽだ。なんも痛くねえんだよ。背負ってるもんがちげえ。俺には勝てねえ。何言ってる、オイラだってマサたちを守るために戦ってる。被害に遭った高校生を守るためにも。うすうす気づいてんだろ。え？気づいてるけど気づかねえふりしてんだよな。あいつらに騙されてること。な、何言ってるんだ。違う、マサたちはオイラのことを騙してなんて。何をそんなに怖がってんだよ。そんなに強いのに、そんなにでけえのに。うるさい、うるさい、うるさい。犬塚。姉さん、危ないからこっちに来ちゃダメです。何してんのよ戦って。犬塚がこのままじゃ。いや、犬塚さん、花なら俺が守りますから、やっちゃってくださいよ。エイジ、恩に切る。うらぁ。は？ああ、れ、オイラ負けたのか。また居場所を失っちまった。せっかく手に入れた場所なのに。ああ、あなた居場所がないの？え？うちにおいでよ。うちはそんなのばっかりだから。あ、ね、犬塚。はい姉さん、俺たちが居場所を与えてやる。力の使い方を教えてやるよ。な、何を言ってんだ。大丈夫、もう一人じゃないよ。私たちがいるじゃない。まあきっちり今までのことも清算させるけどな。てめえの名前は？おいらはカンタ。よし、じゃあカンタ行くぞ。肩貸してやるよ。おらよ。ふぅ、なに泣いてんだよ。うえ、汚ねえって鼻水。ほら、拭けよ。ありがとう。そのハンカチどっかで見た気が。で、俺のミクタンのハンカチじゃないですか。でーん、ミクタン。その後、オイラはマサたちとおっさんたちに謝りに行き、お金を返して慰謝料を払った。マサたちは次何かしたら東京湾に沈めると犬塚さんに言われて漏らしてた。もう悪さはできないだろう。こうしてオイラは噂組でお世話になることになったんだ。それから10年の月日が流れた。オイラを拾ってくれた姉さんは今天国に。でも姉さんや犬塚さんたちのおかげでオイラは今とっても幸せだ。カンタ、なんかお前宛に手紙届いてるぞ。え、オイラに手紙？誰からだろうか。え、お母さん？あ、母さんだと。あのお前を捨てたっていう。おお、この前いい車に乗ってるところを見ました。お母さん、カンタがお金持ちになって嬉しいです。明日お金を借りに行きます。だって。なんだそりゃ、ひでえ母親だぜ。どうするんだカンタ。そして翌日。えはー、まさかカンタがお金持ちになってるなんて、ラッキーよ。この前は遠くから見ただけだけど、カンタって呼ばれてたし、絶対大にあの子よね。ギャンブルにハマって闇金に借金もあって大変だったのよね。旦那と一緒で金稼ぐ才能はあったとは。捨てるんじゃなかったわよ。確かこのビルよね。カンタ、お母さんが来たわよ。お金貸して。え、親父誰ですかこいつ。親父の知り合いですか。知り合いじゃないならすぐに追い出しますが。どうします？一応知り合い。
茶を出してやれ。え？あなたがカンタ？ちょっと待って、人違いだったみたい、ごめんなさい。いや、お母さん人違いじゃない、オイラはカンタだ。あ、いや、ほら、久しぶりの再会だろ、そこに座れ。はい。今カンタ何してるの？何してると思う？社長さん？いや、親父って言われてたから、たくさんの子供を育ててるとか。そう見えるが。もしかしてヤクザの大家分？そうだ。ああ、そうだったのね。嘘でしょ？カンタが親分だなんて。でもお金はあるはずよね。それをもらってさっさととんずらしよう。カンタ？なんだ？お母さんお金に困っててね。お願い、ちょっとお金を貸してもらってもいい？ああ、いいぞ。ありがとう、カンタ。やっぱり持つべきものは息子ね。1億ぐらいでいいが。そんなにいいの？ああ。ありがとう、カンタ。持ってきてやれ。えい、1億円ちょうどです。すっごーい。じゃあ、ありがとうね、カンタ。じゃあ、私は、これで。ちょっとお待ちを。え？これにサインを。なんだろう、これ。財産譲渡のための書類とかかな。とにかくこんな場所、一刻も早く立ち去りたいから、サインして出て行こうっと。はい、これでいいわよね。じゃあ、またね、カンタ。しっかり返せよ。うん、返すわよ。うちは統一だからな。え？統一？何言ってるの？親から利子取るつもり？当たり前だ。オイラはあんたのこと親だと思ってね。オイラの両親は親父と姉さんだ。他の闇金に借りてたお金もうちで肩代わりした。1億3000万円。きっちり返してもらう。ちょっと待ってよ、カンタ。そんなの、無理。無理じゃねえんだよ。借用書にちゃんとサインしてろ。え？それ、借用書だったの？仕事ならいくらでも紹介してやるよ。命の危険もあるし、保険もたくさんつけてやるから、安心しろよ。命の危険？何おかしなこと言ってるの？ちょっと、カンタ？どうにかしてよ。ねえ、育ててあげた恩を忘れたの？育ててあげた？ご飯も一度も作ってくれたことなかったっす。家事もすべてオイラがやってや。気に入らねえといろいろひどい目に遭わされ、挙句の果て捨てられた。育ててもらった恩なんてね。そんなこと言わないでよ。カンタ、お母さんは、カンタのことが大好きなのよ。自分が大好きの間違いだろ。よし、じゃあ連れてけ。はいよ、親父。ほら、行くぞ。離してよ。お願いだから、離して。その後、お母さんは借金を返すため、発展途上国の下水道や炭鉱で劣悪な労働環境の中働いてる。生涯そこで過ごす予定だ。ああ、ちなみにオイラが親父って呼ばれてたのは、平次さんがその方がビビるだろって作戦を立ててくれたんだ。親父、頭、犬塚さん、平次さん、いろいろとありがとう。やっとお母さんのことを忘れられる気がする。そうか、ならよかったな。でも、礼なんていらねえんだよ。え？でも、いいことしてもらったら俺よ。家族に協力するのは当たり前のことだからな。まあ、家族にお礼を言うのも大事なことだが。あ、本当に優しいな。みんな、こんなダメなオイラを見捨てないでくれるなんて。何言ってるの？私たち家族でしょ？ダメだろうがなんだろうが、見捨てたりしないよ。それが家族だから。それに、カンタはダメじゃない。優しくて力持ちで、素敵な人だよ。お嬢。また泣いてんのかよ。おれ、鼻水、これで拭けよ。ありがとう、親父さん。じゃあ、なんだその赤いハンカチ。あ、犬塚さんの赤いふんどしだ。平次てめえ。いや、仕返しですよ、仕返し。10年前の。いつまで根に持ってやがるんだ。それにあん時も確かてめえが他にいたずらしてたから制裁したんだろうが。平次、てめえ埋める。
カンタ、助けてくれ。エイジさんは10年前から成長してね。うん、間違いない。こうしておいらには今素敵な居場所がある。この居場所を作ってくれた姉さん、親父、頭、犬塚さん、平次さん、お嬢に本当に感謝だ。おいらはこの家族を守るためだったら何でもするだ。おいらもっともっと強くなるぞ。俺を守ってくれ、カンタ。おいらここは守るための拳を使う場所じゃないと思う。カンタ、正解だ。捕まえたぞ、平次。うわー。